はい、皆さんこんにちは、2月12日日曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もアバンシーカルフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、今日はやっぱり5つの話題を取り上げさせていただいております。今日はですね、オフシーズンで優勝するですね、そうですね、優勝チームは10チームを選ばれております。その中になんと大谷さんのチームが7位で入ってるんですけど、本当かいなーっていう感じで、それを皆様にお礼。それから侍ジャパンの、ね、大谷翔平の WBC でですね、ベースナイン、演出ということで、これも皆様にご紹介いたします。こちらに大谷さんも入ってるんですけど、それ以外のことも、いろんな方が入っておいて、日本からは大谷さんだけ入っておりまして、そういうことで。それから鈴木誠也さんがですね、もう1年終わって2年目のね、2年生でございますんで、今年はですね、まずはですね、WBC で頑張って、それから速いボールにね、なんとかね、打ちたいという話をしておりましてね。それからこの方、これもすごいものでございますね。ヘイジャンクイ、この方なんですけども、なんかね、子供のね、電子なんか、これ世界で初のなんとか作ったんで、これも皆様にご紹介。それから最後にはですね、中国は何を考えてるのか分かんないんですけど、すごいね、やっぱり技術そろそろ今トップに持ってるから、みんな驚かすようなことやってるのかどうか分かりませんが、一応こういうことで、あとですね、皆様からのお便りもいっぱい来ておりますので、それを皆様にご紹介させていただいております。それでは Ladies and Gentlemen、 それでは行きましょう、どうぞということでございますけどね。一応さーっと言いますとですね、メッツ、パドレス、3番はレンジャーズ、4番フィリーズ、5番ブルージェイズ、6番トゥインズ、エンジェルスがなんとラッキー7ね、17番ですからね、大谷さんの番号がね17なんだけど7番で入っております。8番がカブス、9番がディバックス、10番がヤンキース。これがわからないね、ドジャースがなんで入ってないのかなという感じでございますけどね。ドジャーズはね、大谷さんを取ってからまだ頑張るということなのかな、分かりませんが。はい、じゃあこれをちょっと読んでみましょう。はい、行きましょう。どうぞ。はい。Please, can you read for me? Hello? オフシーズンの優勝チームは、はい、トップ10はこちら、唇をすぼめ、死のキスをすることで、毎年恒例の伝統に乗り出しましょう。それは正しい。冬の勝者を決める時が来ました。あなたはこれがどのように頻繁に起こるか知っています。チームは冬に勝ち、シーズンに負けます。もちろん、常にそうであるとは限りませんが、私たちのゲームで実行中のギャグになるのに十分近いです。それでも、この区別に疑わしい点があるとはいえ、野球の試合に勝つことはチームの目標であるべきです。今年私たちのリストを作ってくれた人たちに敬意を表します。正直なところ、リーグの半分をここに含めることもできました。なぜなら、この署名またはそのトレードが球団に利益をもたらす理由についていつでも議論できるからです。しかし、これはベスト10でしたということで、ベスト10ですね、これちらですね。はい、続きましていきましょう。次はこちらでございます。はい、エンジェルスの方なんですけれども、こちらの方でも情報を言っておりますけどね、2023年のポテンシャルラインナップね、でもここはあれですよね、同じですよね、レンギフォが最後に入っておりまして、ワード、トラウト、オタニ、レンドン、レンフロー、ドゥルリー、ウォルシュ、それからオホッペ、レンギフォ。これこの間お話しした全く同じですけど、これもちょっといきましょう。どうぞ。エンゼルスはオフシーズンで最も派手な消費者ではありませんでしたが、ここでは最大の勝者の一つであると述べています。なぜ？単純。エンジェルスのファンが当然のように恐れていたように、
フリーエージェンシーの1年前に翔平大谷の一生に一度の才能をトレードする代わりに、チームは売却される可能性がある中でも競争するために真剣な努力をした。私たちが現在知っている可能性は議論の余地があります。23エンジェルズの可能性について語るミナシアン、2023年2月9日中黒9時39分、23エンジェルズの可能性について語るミナシアン。過去数年間、ヘイローはフリーエージェンシーでの大きなスイングのいくつかが大きな気まぐれであることが判明したのを見てきました。GM ペリー・ミナシアンが先発投手のタイラー・アンダーソン、パワーヒッターの外野手ハンター・レンフロー、ユーティリティマンのブランドン・ドゥルーリーとジオ・アーシェラ、そしてバックエンドのリリーフ投手のカルロスを獲得したことで、目立たない真相志向のルートが採用されたかどうかがすぐにわかります。エステベスは完済します。エンゼルスは遊撃手でまだ助けを必要としており、おそらくプレーオフに到達するのに十分ではありません。しかし、健康な大谷とマイク・トラウトがエンゼルスに高いフロアを与えることは分かっているし、このクラブは以前よりもロスターの他の場所での怪我に対処するための準備が整っている。ということでございますね。続きまして、この方ね、もう結構有名なあのヒートというね、ペリミナシアにいろんな質問しておりますけど、これもちょっと聞いてみましょう。はい。はい、どうぞ。Here we go now with obviously Mr. Ohtani and what to expect with the Angels. Craig Minajian, of course, is their general manager. He's done a very good job this offseason. There you see him. Perry, nice to chat. How are you today, pal? Okay? I'm doing well. Thanks for having me. Hi. A $64,000 question with Ohtani. We know the impending free agency wants to be on a winning team. I know there's a lot of teams that would love to get him. So there's pressure on this organization to be very competitive this year to make him think that this team is on its way to be yearly good. Give me your thoughts on that. That's a fascinating deal. It's going to be a question all spring training and answered a million times. So you might as well answer it first with me. Let me hear. Go ahead. It should be a question every day. Obviously, he's a great player. And not only a great player, but a great person. And how he competes every day, prepares every day. What he's able to do on the field, both sides, on the mound, he's elite. From an offensive standpoint, he can do a lot of different things to win a game. The kind of teammate he is, we love this player. He's everything we want to be about. We could definitely envision him being here for a long, long time. He's somebody that we hope is in red and stays red. All right, now listen, I know this is an organizational decision. And you're probably going to tell me I'm not going to answer it, or he doesn't want to. If you get off to a very good start, there might be an opening to, you know, get his temperature and see if he would be, you know, really receptive to a long-term extension. Do you see that possibly happening, or is this something that's going to have to be addressed after the season? What do you see there? Yeah, I would never rule anything out. Obviously, you have a great relationship with Shohei and his representation as Velello's outstanding agent. We've been able to accomplish two deals over the last 2 years to get him through the arbitration process, which is not easy to do. There's a respect level there. There's a trust level there. So, you know, we're just going to go day by day. The one thing I'm very confident in, the Shohei's ability to block out noise and concentrate on the task at hand, and he knows how important this season is for us as an organization, not just him, but for everyone. And I'm excited that he's dying to win. You know, we want a group of players that wake up thinking about winning and go to sleep thinking about winning. So, again, he fits right in, and he's somebody that we hope is here for a long, long time. Excellent job, Perry. Thanks for giving us so much time. We're talking before opening day. Don't disappear. Good luck to you. Appreciate it. Have a good spring training. Thanks for coming on. All right. Appreciate it. Thanks. Don't disappear って言ってましたね。いきなり いなくならないでね、ちょっとまだ話聞きたいからいろいろと言ってね。うまくね、彼説明してまして、ハイヒートという番組なんですけども、うまくね、いろんな質問しましたけど、やっぱりね、彼のプレミネーションだけじゃ答えできないこともいっぱいあるので、だから、まあ、7月頃までないとわからないってことを言ってましたね。だからどっちかというと、はい。それでですね、まあ、これちょっとあれなんですけど、まあこんな感じでね、これはちょっともう去年のあれですけど、とりあえずね、テイラー・ワードでしょ、マイク・トラウト、ショウヘイ・オオタニ、アントニー・レンドン、ハンター・レフロー、ブランドン・ドゥルリー、
それからこれ全く先ほど見せた全く同じなんですけどね。で、あと大谷さんが投げるということで、オークランドエイズに対して投げるということで、これも楽しみでございます。はいはいはい、これで変わるかどうか分かんないんですけど、まあ良くなると思いますよね。はい、続きましてこれでございます。はい、まあWBC に出たりとか、まあ、他のスターも出てるけど、大谷さんだけが選ばれてるんでね、みんな、まあ、ちょっと侍ジャパンからは大谷翔平だけ WBC 事前ベストナイン選出、メジャーの高い壁、うん、日本は2番主格が多い、うん、村上やダルビッシュには特別賞、うん、2017年以来6年ぶりの開催となるワールドベースボールクラシック WBC を前に、 MLB 公式サイトは事前ベストナインを発表した。ただ日本代表からこの中に入ったのは二刀流部門でエンゼルスの大谷翔平投手だけ。メジャーリーグのスターが揃うという壁の高さを感じさせられる結果となっている。9日、日本時間10日朝に各国の最終ロースターが確定したのを受け、WBC で各ポジション最高の選手という記事でまとめられている。野手では捕手が JT リアルミュート、米国、一塁手がフレディ・フリーマン、カナダ、二塁手がホセ・アルトゥーベ、ベネズエラ、三塁手がマニー・マチャド、ドミニカ共和国、遊撃にザンダー・ボガーツ、オランダ、と各国に散ったスター選手が並ぶ。外野手では米国のマイク・トラウト、ムーキー・ベッツの他に韓国代表のイ・ジョンフが入った。今季終了後にポスティングを利用してのメジャー挑戦を球団に認められており、イ・ジョンフは今年の WBC でトラウトとベッツを除く外野手の中でベストではないかもしれない。しかしながら、今大会屈指の興味深い選手だ。WBC は国際的な舞台であり、イ・ジョンフはより広い野球の世界に名前を知らしめることができるだろう、と活躍が期待されている。指名打者には2021年に大谷と本塁打王を争ったブラディーニール・ゲレーロ、JR、ドミニカ共和国が挙げられ、大谷は二刀流部門で名前が挙がった。大谷はユニコーンで唯一無二の存在。彼のような選手を我々は一度も見たことがない。今年の WBC で大谷が日本代表として戦う姿を見るのは、この上なくエキサイティングだと、初出場で何を見せてくれるかという期待感10分の紹介のされ方だ。日本の主砲、村上宗隆内野手は三塁手部門で特別賞を受けた。また先発投手部門でも最高とされたサンディアル・カンタラ、ドミニカ共和国に次ぐ特別賞にはダルビッシュ有、佐々木朗希、山本由伸と日本の投手がずらり。侍ジャパンの各選手は2番手クラスという評価を覆せるだろうか。はい、ということでございます。それでは続きましてこちらでございます。鈴木誠也さんですね。かっこいいね、この写真はね。はい、鈴木誠也さんは何とおっしゃったんですか。鈴木2年生直球攻めを目指す。まず WBC で外野手の新しい装いが披露される。アリゾナ州メサ、鈴木誠也は土曜日の朝、カブスのコンプレックスから出てきてケージに向かった。バットハンドルは彼の肩の上に装備バッグから突き出ていた。その後、外野手はアジリティフィールドを横切る騒ぎ踊りじしい叫び声を聞いた。鈴木はデイビッド・ロス監督の姿を見て微笑み、日本の強打者は右腕を上げて曲げた。二人が握手して抱きしめた後、ロスは鈴木の右袖を持ち上げ、過去4ヶ月以上のトレーニングの結果を調べました。私にとっては完全に新しい年です、と鈴木は通訳の松下問いを通じて語った。昨年の自分のことをくどくど考えたくはない。今年は新しい年だ。新しい自分だ。精神的には環境にもっと慣れるだろう。山あり谷ありのルーキーシーズンを終えた彼は、日本での主演後初めてメジャーリーグをナビゲートしました。カブスとの5年8500万ドルの契約のプレッシャーを超えて、鈴木は短縮された春季トレーニング、より長い MLB スケジュール、旅行の違い、新しい国への順応に対処しなければなりませんでした。
それは鈴木がフィールドで行わなければならなかった調整にも触れておらず、ビッグリーグで彼が直面していた新しい配信、ピッチ、速度に適応する方法を学びました。オフシーズン中、鈴木はワールドベースボールクラシックとカブスとの2年制のツアーの準備をしながら、学んだことをすべて取り入れ、トレーニングの優先順位を設定しました。大リーグでの最初の年と鈴木は語った。上半身だけでなく、下半身もね。速球に慣れようとしているだけだけど、速さが違う。だから、今シーズンに向けてフィジカルをしっかりと身につけておきたかった。まず第一に、鈴木はクラシックでテストを行います。はい、そうですね。28歳の鈴木は、最初の2つのトーナメント、2006年と2009年つって、日本が鈴木一郎、松坂大輔、福留孝介、ダルビッシュ有のようなスターと共にワールドベースボールクラシックで優勝したのを見たことを覚えています。今年の日本チームにはダルビッシュとスーパースターの大谷翔平も含まれています。鈴木はクラシックで6対1で敗れた2017年日本チームの一員でした。アメリカとの準決勝での唯一の敗戦でした。彼は母国が初期の WBC の栄光を取り戻す手助けをしたいと考えています。大谷が満員の日本名簿をリード。かなり力を入れて臨むつもりです。たくさんの試合に勝ちたいです、と鈴木は語った。子供の頃、テレビでワールドベースボールクラシックを見ていて、いつかそのチームに入りたいという気持ちが強くなりました。ワールドベースボールクラシックでプレーしている今、私はすべての子供たちのためにその姿になりたいと思っています。見に行く。日本は韓国、オーストラリア、中国、チェコ共和国を含むプール B の一部です。3月9日から13日まで東京で行われ、3月15日から16日まで準々決勝が行われます。準決勝、3月19日から20日とチャンピオンシップ、3月21日はマイアミで開催されます。鈴木が望んでいるように、日本が勝ち進んだ場合、キャンプの休憩とカブスが開幕戦の準備をする前に、カクタスリーグの試合が1週間残っていることになります。鈴木のプレシーズンスケジュールがどのようなものであれ、彼は来年に向けて準備ができていると感じている。彼はいつもチョコレートを食べています。今年は食べないようにしなければなりません。鈴木さんがチョコレートばかり食べてるんですか。いや、そんなにアメリカのチョコレート美味しいのかね。いや、今年はチョコレート食べないようにしなければなりませんというね、お話が出ておりますけどね。じゃあちょっとビデオの方もありますんで、ちょっとはい、どうぞ。You know, there's a lot of big league players that are going to be on the roster, like Shohei and Darvish. So, you know, we're going to go in there, you know, pretty strong. So, you know, we want to win a lot of games. You know, just watching the World Baseball Classic on TV when he was a kid, you know, really motivated him that, you know, one day he wanted to be in that team and playing in the World Baseball Classic. So, you know, he wants to be that figure for all the kids that are going to be watching the World Baseball Classic this year. So, he can motivate all the kids to come out and play those games. それにしてもすごいですね。鈴木さん、チョコレートやめれば打てるようになるそうでございます。はい、続きましてこの方でございます。ヘイジャンクイさん、行きましょう。どうぞ。世界初の遺伝子編集された人間の作成者である H.E. ジャンクイ氏は、彼らを尊重してください、と述べています、科学者は、科学者が投獄された実験の倫理に今でも疑問を呈している。遺伝性疾患の治療法を開発することを望んでいる彼は、2018年と2019年に3人の遺伝子編集された赤ちゃんを作成した論争の的となっている科学者 H.E. ジアンクイによると、世界で初めて遺伝子編集された子供たちは両親と幸せに暮らしています。彼らは平凡で平穏で邪魔されない生活を送っています。これは彼らの願いであり、私たちは彼らを尊重すべきです。
と彼はサウスチャイナモーニングポストのインタビューで語った。うん、ということで、まあとにかく邪魔するな、ほっとけって感じなんでしょうけどね。はい、続きましてこれでございます。一体中国は何を考えているのか分かりませんが、まずねアメリカの方。米軍が北米上空で3番目の高高度物体を撃墜。うん。北米上空で撃墜された3番目の未確認物体。ビッグサタデーショーの反応、ノーラッドは土曜日の午後、FOX ニュースデジタルで、カナダ北部上空で、高高度の空中物体を特定したことを確認しました。はい、ザ・ビッグサタデーショーは、北米上空で3番目の高高度物体が墜落したことと、それが家庭にいる平均的なアメリカ人にどのように関係するかについてのニュースに反応します。うん、ジョイ・ジョーンズ、家庭にいる平均的なアメリカ人について話すとき、この会話で本当に重要なことはそれだけですが、軍と政府が良い決定を下すと信頼できますか？彼らは私たちを守る能力を持っていることを知っています。彼らがそれらを使用し、何か恐ろしいことが起こるのを防ぐ外交的な方法でそれらを使用することを信頼できますか？それがアメリカ人が心配していることです。はい。日本でも放送されたんで、こちらの方もちょっと行きます。中国スパイ気球、ミサイルで撃墜がベストだったわけ、ステルス戦闘機 F22 初戦火一発 0.5 億円、これが最新、サイドワインダー、ミサイルだ。F22×1 番機でも届かぬ史上最強戦闘機 F106、デルタダート、飛ぶのは人類最後の日。早い、安い、高性能。でも売れず米戦闘機 F20 タイガーシャーク各国が見放したわけ。ピーキーすぎて使いづらい軍用機5戦使いこなせるのは選ばれし者のみ。F16 戦闘機がインドで F21 に至るまで続く進化、開発意図とは全く別物へ。うん、夜間戦闘機、月光の数奇な人生斜め10レーダー装備で夜に活路 B29 撃墜のエースも。うん、まあということで、とにかくね、第3回目も撃墜したらしょうでございます。今度はカナダでございますからね。一体何を考えてるのか分かりませんが、ということで皆さんお待たせしました。今日もこれでございます。はい、あとはですね、ワールドベースボールクラシック26時間が残りでございます。はいはい、続きましてこれでございます。はい、サムライジャパン絶対勝つ、ショヘイ・オータニ絶対勝つということで、このコーナーでいつも勝つ入れさせていただいております。はい、そして、これも皆様に紹介しておりますけど、古田さんがですね、一番最初は 山本さんが投げるということで、2番目はダルビッシュが来るんじゃないかって、でまあこういう話もありましたね。2番はまあ大谷さんが来るだろうと。でもうちの見てる方々がですね、まあ先輩を差し置いて大谷が出るのかって言ってたからさ、ほらね、もう先輩も後輩もないと思うよ、監督が決めれば行くぞよという感じで、どの方でも結構でございます。はい、ということなんですけども、まあこれがうまくいけばまたこういう流れでですね、準々決勝、準決勝とまあこう行くと思うんですけど、そして、大谷さんが一番に打つだろうという言われております。これは、古田さんですね、そして、松坂さんの方もこう一番で打つだろうという話出ております。はい、ということで、この方からいきたいと思います。広斎さん、広さん、今日は広さん、あとは斎さんからも来てますんで、より行きましょう、どうぞ。はい、広斎さん。はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、はい、エンゼルスの SS について昨シーズン終盤俊足高打で驚かせた若手の外の名前が下馬評に全く出てきませんが、確かに、ね、どうしたのでしょうか。ニートがうまく二塁打三塁打をたくさん打てそうな打者だと期待していました。お、出場試合を重ねると成長しそうな選手だと思いましたが、うんうん、怪我でもしているのですか。うん、メジャー2のドルフィンさんならお分かりかと思い質問です。はいはいはい、球団関係者は外については関心の外、外寿司なのかな。私はメッツ監督のショーウォルターのコワ表の表情が大好きです。あ、勝負師の風貌で内面は優しそうです。
大谷にも大変興味持っているとのことなので。いや確かに興味は持ってるけどね。大谷さんは最初来た時にはまあ西海岸と東海岸は行かないって言ってたんですけどね。まあということで3つ、まあそうですね、メッツが西海岸に移るんですかねなんて分かりませんが、いやあのショートなんですけども、あのその外くんですね、まだヤングだし、大谷さんがねもう勝たなきゃ出ていっちゃうでしょ。だからねある程度ねもう打てる方をまず最初に入れてるんですよ。だから彼は守備はうまいんですけどね。いやもう一人の彼もね若手でうまいんだけど打てないね。もうとにかく打てる人、彼も打てると思う。時間がないんですよね、広沢さん。時間があればゆっくり見ていくんですけど、大谷さんが出ていくだろうっていうことなんで、大谷さんを止めるにもねやっぱりねある程度ことをやらなきゃいけないってことなんですね。はい、続きましてタマチャビンさん、タマそうですね、今日2ついただいておりますけど、ヒロもヒロさんとサイさんが別にして、タマさんとチャビンさんは別々にしていただいて、はいはい、タマさんからどうぞ。はい、タマチャビンさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。チェスと将棋は似てるようで似てない、うん、全く違うルールです、うん、ん木製の二つ折りの基盤と駒のセットが販売されており、うん、気軽にできます。なるほど。ボケ防止にぜひドルフィンさんも挑戦してみてください。 ありがとうございます。チェスは取った駒を使うことはできませんが、将棋は取った駒を攻撃や防御に使うことができます。すごいね。ただし2歩同基盤直線上2歩を2個置けないルールがあります。おー、プロは50手から80手先を読み自分の駒を置くと言われています。すごいね、それは。一手二手と言って一度置いた駒は動かせないとあり、慎重に自分の駒を置く必要があります、うん、駒の配置を覚えれば簡単にできます。面白いですよ、投げキッス。お、投げキッス、はい、いただきました。いや、あのそれにしてもね、50から80っていうのはどういう頭にしてるんだろうね、そういう人たちは。いやー、多分タマチャビンさんも全くなんかそのような素晴らしい頭してらっしゃるので、はい、ありがとうございます。それでは続きましてサイさんから来ております。サイさんもね、あのやっぱりね、あのこのチェスに関係あります。どうぞ行きましょう。はい、どうぞ。ヒロサイさんコメントありがとうございます。はい、日本の将棋はチェスと違い、一旦死んだ駒が相手の懐でゾンビのように蘇り、大活躍します。ゾンビ、一旦死んだ駒が蘇るゲームは日本以外にはないとも言われます。ない、死んだらおしまいなんだ。将棋のルーツは戦乱激しい時代のインドだったみたいで、インドから西に行きチェスになり、東に行き将棋になり、日本へは中国から行ったらしい。日本以外のゲームルールは敵味方に明確な区別があり、チェスは白と黒、中国将棋はこの役目をするのが味方は兵で敵は卒、立体系。日本将棋は平板なので向きを変えると味方になります。そうなの。日本将棋の確立は平安時代と言われ、とにかく戦いて人間か死ぬのを嫌ったためにゲームも誰も死なない経済ゲームにした。将棋の金も銀も財物、カツラはシナモン、香は香料って当時の貴重品、うん、それらが玉という最高の財物をゲットすることを争った、うん、しかも最後までプレイしないのが暗黙のルールで、負けを認めて肩が投了でゲームオーバー、うん、なんとも日本らしい和のゲームですよね。おお、なるほど。いや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 、これはね、広瀬さんにねぴったりのあれでございます。あのご丁寧に説明ありがとうございました。あとそのシナモンっていうのはね、あのインドもパキスタンもそうなんですけど、紅茶に入れて飲むんですよ。このシナモンはねまたね素晴らしい味するんでございますけどね。まあたまにこちらにもし来る機会があったらですね、うちはもうシナモンの紅茶を飲まさせていただきますんで、遠慮なくいらしてくださいね、その時にはね。はい、たまちゃびんさん、たまさん、たまちゃびんさん、はい、コメントありがとうございます。はい、ホビーフィッシャー氏との対決は無理な話、うん、はい、ダッシュアクサングラーブ、天国から蘇れば見てみたいですね。あ、天国から蘇る。羽生さんのコンピューター対決も懐かしいですね。うん、暇な時、朝一から従業員さんと昼ごめしかけて勝負してます。
私が負けたら翌日、全員に高級ランチをご馳走するルールなので、汗を流しながらの真剣勝負、割と負けませんよ。すごい。坂田三好さんですか？ハシフ月94歩、渋いですね。うん。村田秀夫さんの歌、歌いたくなります。村田秀夫さん、どの歌ですか？米長邦夫さんの指し手も好きでした。ズガドンさん、今度、将棋しましょうよ、投げキッス。投げキッス、また来たよ。いや、村田秀夫さんの歌、どんな歌でしたっけな。まあ、日本の歌大好きだからね。いや、でもね、あれですよね。いや、すごいね、これは。ただ、私、ごめんね。私の興味が全然違うとこ行っちゃって申し訳ないんですけど、そのね、高級ランチってね、おいくらですかね、聞きたいから。すいません。いや。いや、1万円ですかね、5000円ですかね、それとも1000円ですかね。1000円じゃないだろうね、高級だからね。なんかガーっていろんなもの出てくるんですかね。あのチェイスみたいに、チェイスじゃなくて、あの将棋みたいに、これはどこに置くのかな、この野菜はここに入れるかな。いやー、すごいものがありましたね。はい、では行きましょう。ゾガドンさんがね、あのソルニュースで返事しております。はい、ゾガドンさん。ズガドン総帥さんから、はい、タマチャ先輩こんにちはです。スマイルマーク、はい、チェスもやられる羽生さんですが、自分は見れるものなら夢の対決でボビーフィッシャーとの戦いを見てみたいものですね。お、将棋では最強の対戦相手に、またあの手の震えが見れたら自分は胸が熱くなり涙がこみ上げてきちゃいますよ。へー、素晴らしい。将棋ではハシフから打った坂田さんが好きですね。へー、ズガドンさんもやっぱり日本の方はやっぱり将棋やなしとすごいよね。何でしたっけな、麻雀はね、ちょっと、勉強させていただいたんですけど、3つ、4つ並ぶとかいろんな、将棋はしなかったですね。はい、続きまして、ゾガドンさん、お願いします。ゾガドン。はい、行きましょう。どうぞ。ゾガドン総帥さん。はい。コメント、ありがとうございます。ありがとうございます。前にアメリカに中国の気球の話ありましたが、ありました。今度はカナダに筒状の機体が浮遊してて撃墜したらしいですよね。そうなのよ。一体どうなってんの？それはまき型 UFO だったら受けるんですけど。あ、そうだね。少し前だと UFO ではアメリカのフェニックスの事件は有名ですよね。うん。フェニックスライト事件。そこに住んでる人が見たことによると、端から端まで長さが1、5キロメートル冷や汗。しかも部員で V みたいな形で間近で見たら、機体が透明で月や星が透けて見えて、縦言いますよね。自分は後継の UFO は基本信じないのですが、うん、唯一、このフェニックスライト事件は信じますね。うん。じゃあまたね、スマイルマーク。いやー、すごいね。信じるものは救われる。という感じでございますけどね。はい、ということでございます。今日もちょっと遅くなりましたので申し訳ないんですけど、今日はおさらいがないので、皆さんからいろいろ頼りありがとうございました。遠慮なく皆さんもこれはと思う頼りどんどんいただければと思っております。はい、ということでございますので、今日はお谷さんのどこの辺にしようかなと思っております。これ、あ、まあ、ここがお谷さんが一番メインだったからね、この辺がいいですよね。それともここに行けばお谷さんが出てくるから、ここですね。はい、わかりました。お谷さんがね、お谷さんだけが選ばれてるということでございます。はい、それでは、いつも見ていただきましてありがとうございました。それでは See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 はい、それでは皆様、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。